牧中心部新潟市の合併市町村館長は新潟県西寒原郡に属していた町。2005年10月10日の新潟市への編入合併によって消滅し、現在は新潟市の政令指定都市以降により西寒区の一部となっている。以下の記述は合併直前当時の旧館町に関しての記述であり、現在では名称等が異なる場合がある。なお、 ここに記述されていない内容に関しては、西館熊木、地区などの記事を参照。西館原軍における中心的な役割を担っており、古くは軍役所をはじめとする所管庁が置かれていたほか、昭和初期時点では旧制中学校が置かれていたこともあり、周辺町村から多くの通勤、通学者を集めていた。平成期においても3つの県立高校を有するなど、 拠点性を持っていた。町域にあった峰山藩は長岡藩に米百票を送ったことで有名。また、牧原子力発電所の建設の是非を問う全国で初めての常設型住民投票条例の制定による住民投票が行われたことでも注目された。新潟市への通勤率は28.9%。町域の多くは 越後平野に属する平野部にあり、西部は角田浜や越前浜などの海水浴場を有する日本海に面している。平野と海岸の間には角田山が存在し、現に新潟地域では多方山のある岩室村に次いで最大標高点の高い自治体でもあった。近世に西川の周運を生かした在京町として発展した。角田浜村、越前浜村、 五カ浜村、各海浜村は合併せず独立。漁業町内に拠点等を置く、主な企業2001年時点での高校の学区は三条市、園市、白根市などと同一であった。ありがとうございます。